すみません、シャワー浴びてました。うわ。いやー、アーノルドさん、いつもコメント、ブログにコメント毎日ありがとうございます。いえいえ、とんでもないですよ、もう。今ね、ちょっとね、ストーカーのせいでですね、ネットストーカーがいて、風評被害に遭ってですね、ちょっと、病を発症しましてですね、今日ちょっと弁護士先生のところ、今日も行ってきたんですけど、まあ、ちょっとこれ、法的に対処しましょうっていうことになりまして、あんまりにもしつこいんで、
アーサーさんも。よいしょ。いや、本当大変ですよ、ストーカーは。まず弁護先生に、ネットの誹謗中傷ホットラインっていうのにまず電話してくださいって言われて、で電話して、もう多角的な面でね、ちょっと償ってもらおうかなと思ってますけども、もうそのストーカーのせいでね、誹謗中傷とかがね、なんか書き込まれてるらしいんですよ。風評被害になってるんですよね。本当いい迷惑ですよ。まあこいつらね、相手にしなくても自然消滅していくようなゴミなんですけど、こういうね、たまにはね、ゴミ退治もしないといけないなっていうのもありました。ありますからね。結果的に誹謗中傷を生み出してるっていうことでも、あれですよね。推定は何だろう、誹謗中傷の人間を生み出しちゃってるんで、もう敵以外何でもないですよね。なんかね、自分とどうしても戦いたいらしいんですよ。
で、最低限100万とかね、持ってくるんだったらいいんですけど、絶対金持ってないんですよ、こいつ。で、さっきまでずっとマネージャーと喋ってたんですけど、なんか、まずね、住所がわかんないんですよね。だから、なんかそんなに戦いたいんだったらもう100万ぐらい用意できるよなっていう、なんか、言いますよって言うから、いや、言ってもらいたいんで、言ってもらいたいし、もう本当、迷惑だから、ちょっとやめさせてもらいたいんだけど、いかんせんどこに住んでるかわかんないですよね。なんか、スナックかなんかに、いつもいるらしいんですよ。決まった曜日に。マネージャーに電話してもらおう。マネージャーに、向こうから電話させようかなとは思ってはいるんですけど。で、こういうやつらってアホだから、マネージャーがいるって言うと、絶対マネージャーがいない、マネージャーなんていないって言うんですよ。それをね、証明して、なおかつ、お前100万円払えんのって、そのマネージャーに言われちゃうわけですよ。最低100万ですからね。もうただのストーカーですよ、もう。ね。嘘でもね、こう金積んでね、この金出すからやろうとか言ってんだったらわかるんですけど、金も積まねえで、再選したいとか、頭おかしいんじゃないのかっていう、本当に。終わってますよ、もう。この年でね、金も積まねえのにね、誰がもういた、そのバード関わるんですか、ちょっと。だから自分は直接交渉、喋りたくもないんで、マネージャーにね、交渉してもらおうと思ってるんですけど、多分今もね、今もね、これ聞いてるんじゃないかな。二人とかで書いてあるけど。おい、お前100万円払えんのか？最低100万だぞ。で、このままやってると、間違いなく、冗談抜きで、法的措置を取るからね。大変ですよ、もう。病気もぶり返しちゃって。風評被害もいいとこですよ、もすごいストーカー行為ですよね。風評被害を生み出すストーカー行為。本当にどうしようもない奴らです。哀れな奴らだの。もう失敬もいいとこですよ、もう。
帰って、それがアーノルドさんだったら受けますからね、マジで。いや、早いな、一週間、もう金曜日だ。いや、もう名前もあれも分かってるんですよ、全然。どこに住んでるか分からないだけで。すごいですよね。俺と、なんか再選したいって言って、再選したいのに、1円も積む、あれが見えないんですよね。もう100万ぐらいね、最低でも。まあ、300万ぐらい置いて、机の上に置いて写真撮って、俺と再選しろって言うんだったら分かるんですけど、すごいっすよね、考え方が。もうだから、法的措置しかないなっていうことになったんですよ、もう。うん、その店にいるみたいなんで、店の従業員かなんかに連絡してもらって、マネージャーの方に電話かけてくれっていうふうに言って、うん。そんな感じでなるかな、まず。で、第一段階でそこで止まらない、多分ね、なんだろう、ちょっと頭が弱いのかわかんないですけど、止まんなそうなんで、それで止まんなかったら、一気に法的措置。もう誹謗中傷っていうか、もう、あれでもうね、風評被害立っちゃってるんで。おじさん、もう寝ますよ、僕。そう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 。ね、鈴木健みたいなことやってみろよって話なんですよ。健さんみたいなこと。たく。ただ単に売名してるだけじゃねえかって話なんですよ、ほんと。もちろんスクショはしてますよ。うん。僕じゃなくてマネージャーがしてくれてます。で、ちょっとね、マネージャーもいろいろあってね、忙しかったんで、で、ちょっと久々に今日連絡が取れて、はい。まあ、いろいろと作戦が決まって、うん。レディーゴーですね。バカだよな、本当に。警察が動かないと思ってんだろうね。弁護士次第ですからね。おじさんもネタ変わんないっすね。もうなんかおばさんのデートネタも飽きちゃいましたよ。そういえばカネロと、あ、カネロじゃねえや。カネロに勝ったライトヘビー級のビボルと同じ階級の3団体持ってるライトヘビー級のチャンピオンいますよね。あれ相当強くないですか？名前忘れちゃったな。あ、やばい、飲んでないわ。ちょっとおじさん、勉強不足ですよ。
なんかライトヘビー級にすごい化け物がいるんですよ。勉強してから出直してください。弁護士と一緒に行きました？お金かかりますけど、受理させる、受理してもらうためには弁護士先生と一緒に行った方が本当いいです。そこはちょっと親身にアドバイスさせていただきます。お金かかりますけど、
わ。うん。よいしょ。ああ。このクソストーカーのせいでね、またね精神薬を飲まなきゃいけなくなっちゃってもう本当に。まあね、いい弁護士先生はねなかなか見つかんないですよね。裏付け捜査。ああ。今ね、法テラスとか分割制度とかあるんで、ぜひ。そういうのも参考にしてみてください。一生懸命ね、生きてれば、真面目に人に迷惑なるべくかけないようにね、過去何があったとしても、今頑張ってればね、神様見てますから、いい弁護士先生に出会えると思います。ああ、そっちケースか。おじさんは一回ちょっと、税金払わないでどこまでいけるかっていうのを YouTube でやってみてください。はい。よいしょ。いやー寒いね、しかし。いやアノロさんね、絶対弁護士入れた方がいいですからね。近いあれだったらね、紹介できるんですけど。敏腕弁護士先生を。一人がね、ちょっと海外の方に行っちゃったんで、あれなんですけど、まあ、残る二人もね、かなり敏腕なんで、三人か。女性一人、メンズ二人。なんかね、最近ブログの閲覧数がなんか調子いいんですよね。まあまたいつかね、パタッとやめちゃうかもしれないですけど、はい。なるほど。いろいろありますよね。まあまあ、ピンチなことが起きてもね、何が起きてもね、ありがとう、ありがとうの精神でいきましょう。ありがとうを言えば言うほどいいこと起きますよ。バンバン使ってください。ありがとうという言葉を。はい。ありがとうございます。はい。ブログの方ではね、まあ毎日ね、見ていただけて、毎日見ていただいてると思いますけども。はい。名言を、あれしてますんで。いや、ブログは YouTube と違っていいですね。
変なおばさんに携帯をね、器物損壊 されないし、器物損壊を、されて捕まえようと思った、警察に突き出そうと思ったら、わけのわかんない、ゴールキーパーにね、邪魔されたりとかもないですし。あれ、犯人隠匿罪になるらしいですね、あれ。はい。いやー、本当に、恐ろしい世の中ですよ。はい、それでは、そろそろ、寝ましょう。はい。おじさんはね、一回ちょっとふくらはぎとか刺されてください。はい。ちょっとね、次回はいつやるかわかんないですけども。はい。よろしくお願いします。またいつか。あれしましょう。はい。ありがとうございます。まあ、最終的にね、あいつが警察連れ添って謝罪しましたからね。それではおやすみなさい。平泉成です。これで勘弁してください。